マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは。青井若菜です。矢倉風子です。若菜ちゃんは初めて？私は初めてです。私は一昨年来て、その前も行ってて3回目ぐらいですね、今回で。今回レッドカーペットを新しい場所でやってましたけれども、はい、歩いてみていかがでしたか？海が近かったんですよね、うん、だからすごい風が潮っぽいというか、うん、若干ちょっと水気を帯びた風が吹いてきて、うん、日差しがすごい暑かったんですけど、うん、でも風も強かったので、うんうん、いい気温で沖縄らしい空気の中で歩けたかなと思います。そうですね。でもいつもよりもすごいこう暖かくて、去年も4月やったっけ、去年までがずっと3月やったんか。でこうね、今回から4月になって本当にちょうどいい気温で、なんかもう存分に沖縄を堪能できる季節だったので、うーん、すごいこう暖かくてよかったです。お客さんの反応とかはいかがでした？レッドカーペット初めて歩かせてもらったんですけど、結構いろんな方が握手とかサインとかなんか言ってくださって、なかなか近くでお会いする機会っていうのがないので嬉しかったです。なんかテレビなんとかで見てるよとかいう風に直接言ってもらえたりとかして、うん、お会いするのも初めての方がきっと多いと思うんですけど、うん、そういった意味ですごい自由に触れ合えて楽しかったなと思います。私も普段は握手会をさせていただいてるんですけど、それにこうよく来てくださる方が沖縄まで駆けつけてくれてたりとかして、それがすごい嬉しかったですし、本当に沖縄の現地の皆さんが知ってくださってて、ふーちゃんって呼んでくれてこう握手してくださって、すごいパワーもらいました。難しい、そうやな。私は咲子という役をやらせていただいたんですけど、うん、難しい、女優さんで、まあ、女優で私のシーンはもう一人共演者の女の子と一緒に、現場の待ち時間を待合室で潰しているっていう時間を潰していて、うん、そしたらもう一人の子がなんかもう一人の女優さん の常松ゆりちゃんって言うんですけど、うん、常松ゆりちゃんがやってる南っていう女優さんがとなんかこう学校探検しようみたいな話になったりとかしてっていう設定で、私のキャラクターは、まあ、割と真面目な、まあ、どこにでもこう真面目すぎずとか、まあ、本当に普通の女の子なんですけど、うん、なんかどうなんですかね、多分きっと言えない、うまく言えない、最後は言えないけどでもなんかちょっと女の子同士のピリピリした感じが出てるとか、もう一人の子はすごくきつい性格の子で、それをこういつも受け止めてるというか、なんかまあ言い返しもせずに受け流してるっていうか、そういう子で、まあ、きっと中ではいろいろ考えてるんだろうなという子ではあるんですけど、まあ、どこにでもいるような子です。はい、ミク難しいね、この説明なんか軽く、でミクはそのアイドルグループ3人の中で一番怖がりで、すごいこう妹っぽい役どころになってます、うん、確かにすごいこうなんか勇気もなくて、いじられキャラ的な感じの、うん、ダンスも苦手でなんかダンス苦手なのを勝手に作ってこの場で。ですごい怖がりっていう、台本を読むのが嫌だなと思ってだって怖い描写とかいっぱい出てくるから、なんか多分文字で読むとその自分の中での想像が膨らみすぎて、うんうん、夜読むのはまずやめようと思って、人といる時に読もうと思って、なんかそういう風にしてたりとか、
あとはホラー映画初めてだったのでやっぱ叫ぶシーンとか、うん、結構体力使うのかなと思ったりとか、うんうん、でもやったことなかったのでついにそういう風にホラーとかに出演させていただける機会が来たんだと思ってワクワクはしてました。そうですね、私は逆に台本を夜に読んじゃってダメなやつだ。本当にもう寝る前の怖い時間帯に読んじゃってやっとすごいこう文字だと勝手にこう自分の中で想像すごいしちゃうからすごいすごい怖い映画になって、でも逆にそれがなんかあこんな怖い映画をこう自分に参加できるんだってすごい嬉しかったですし、本当にこう撮影に入る前からワクワクしました、うん、どう？私結構見に行きます。なんか友達と結構行ってまあでも怖いから、うんまあ、その後怖くては一人でお風呂入るの嫌だなとか思ったりとかして、あ一人で行くの嫌だなとかなるんですけど、うんうん、でもそれでも懲りずに結構見に行っちゃいますね。私は逆にホラーはなんかお化け系のやつがすごい苦手で、うん、なのでなるべく見ないように、そうそうそういう部分ではミクとすごい共通してるんですけどすごい苦手です、です、はい。今回の映画って私も見させてもらったんですけども、 ありがとうございます。正直すみません、すごい怖くてよかったやっぱそれめっちゃ嬉しいです。一番の褒め言葉ですね、うん、カメラを普段使ってる身としてブレ方とかがリアルすぎて、 あれ私たちが撮ったんですよ、うん、あそうなんですか、はい、あれが本当にリアルすぎて怖すぎて申し訳ございません。最後まで見れてですね。嘘そうです一番最後まで見た、怖くなかった、うん、最後怖かったね、怖かった、いや言えないんですけど、言えないんですけど最後超怖くて、うん、あまり設定がリアルすぎて、そうですよね、もう本当にご自身のこと、いつもやっていること普段のことにかぶってくると思うんですけど、その辺はいかがでしたか？なんかセリフとかも、まあ、台本はいただいてたんですけど、うん、衣装合わせとかの時に永井監督とお話しした時に監督が 割とこうセリフを無視して、あまあ大体これぐらいのニュアンスのことはやってほしいけどアドリブでやってほしいというふうにおっしゃってて、で、まあ、そこでちょっと本読みみたいなのをした時に、まあ、まあ台本があるんで台本のことをまあ5つところどころにちょっとこうアドリブを入れてっていうのやったら、ちょっと今のはちょっと台本だからもう一回やり直しみたいな、台本あえみたいな思ってそんな風に言われたのが初めてだったので、うんうん、なんかすごい驚きだったんですけど、でもまあ現場でも回数を重ねるごとにもっとアドリブもっとアドリブっていう風に喋り方とかももっとこう増やしてみたいな風に監督がおっしゃってたので、そういった意味ではもう最後の方は本当にセリフどこ行ったみたいな感じに なってたよね多分ね、もうほとんど全部自分たちの言葉、うんですね、だからそれで余計リアル感が伝わったのかなと思うし、うん、あとはカメラも自分たちで手で持って撮ったりとかして、結構カメラワークとかをなんか指摘されてもっかいとかあってなんかすごい勉強になりましたけどカメラもね、カメラマン勉強になった感じで、カメラマンさんってすごい大変なお仕事だなっていうのは改めて痛感しました。えあった、いや若菜ちゃんあったやんな、言いたくない、言いたくないの嘘、先勝手に言っちゃった、いいけど全然いいんだけど、なんかなんかでもこういうのとかって言ってんのかな、言っていいんじゃない、なんか病院の地下室で撮影した時に本当に出るって言われてる場所で、うんうん、なんか本編でもそうなんですけど白いなんかこういうやつなんかオーブが映ってるんですよ、うん、で本当に監督にそれでなんかあれってどうしたんですかって聞いたら、そのままだよみたいな風に言ってたんで、多分普通に、うん、オーブが映ってる、さっき確認っていうか私が映画見た時もなんか藤原さんのところとか、うん、3人っていうか、かほちゃんとかがさ、うんうん、地下室降りてさ見てるとことか結構映ってたんで、そこも見てた。そう、私が撮影してた時は、うん、その時にすごい映ってたんですよ、うん、かそれで探してたんですけどなんか自分のシーンは映ってなくて、うん、あれなくなってると思ったら、うん、その藤原さんのとことかで映ってたから、うん、あやっぱ映ってるわと思って、じゃあそれも見どころの一つかも、見どころの一つ探してほしい、うん、特殊効果じゃなく本当に映っちゃって
なんかでも回数を重ねるごとにやっぱりずっとあるから、なんかもうそこにあるものとしてあの怖いっていう意識はなくなったんですけど、ね、どうなんだろうね、うん、でも逆にでもリアリティやから、うん、そっちで結構お探ししたんでそれはちょっと申し訳なかったかなと思いますけど、私はアイドルをやらせていただく前から、前とその同じ時期も女優を並行してやってきたので、どちらが好きというか、なんかアイドルやってた時代も楽しかったし、今はそのアイドルを卒業して、前そのアイドルをさせていただく前に戻ったっていう感じで、あんまりこう意識的に何かが変わったっていうよりは、でも全然感覚が違うよね。違くない？違う。だから別物って感じがします。なんか学校と仕事並みに違う。わかる？なんかそれぐらいジャンルが違くて、使う、多分脳の使ってる部分全然違うと思うんで、でもだから どっちもやってる時は、お芝居で疲れたなって悩んでる時があっても、アイドルやればなんかスカってなって、でアイドルで逆にあ振り覚えられなくて大変ってなってる時は、お芝居やったらスカってなってって感じで、結構私はそういう感じだったけど、どうですか？私？そうやね、でも両方好きです。うん、それはそう、うん、でもなんか、でもアイドルもある意味そのちょっと違う自分というか、まあ違う自分をこう曲中に演じるっていうのでは、それはなんか女優さんと一緒だなってすごい思っていて、うん、両方すごいこう演じることは楽しいなって思います。じゃあまだ卒業とかは考えない感じ？まだまだ考えないです。まだまだずっと痛いです。ホラーの天使という映画は、ふーちゃんがアイドル役で、はい、他にもあのミリアちゃんとカオちゃんがいて、私が女優役で、あとライセスの藤原さんが芸人役で、それぞれの時間が交差しながら進むお話で、そこが見どころかなと思うんですが、何より皆さんに怖がっていただければというふうに思っておりますので、ぜひ見てキャーと叫んで、すっきりした気分で見終わっていただけたらいいかなというふうに思っています。よろしくお願いします。お願いします。